このジャンポーレってどっかで聞いたことあったわよね。象の製作をガリジャーノンに注文したやつだ。ああ、俺カーディナルジャンポーレ氏のお手伝いに行くぜ。これはガリジャーノン様のおすすめで今回お仕事を依頼したジャンポーレです。おお、あなたですね。この彫像のモデルは一目見て分かりました。いやはやなんと神々しい。気に入りましたか皆さん。下界の人々のためにガリジャーノン様に制作していただいた慈愛の女神。女神とはこのようにふくよかで魅力的であるべきだ。おお、神よ、私はなんと幸せ者なのでしょうか。では皆さん、心臓運搬くれぐれもよろしくお願いしますよ。ごきげんよう。最後にもう一つだけ。何かな。こちらの中の作りはどうなっているのでしょうかね。あなたも目の付けどころが良い。ご自身で確認されてはいかがかな。ふざけんな。こんなものがそんなに大事なの？インスピレーション与えちまうなんて光栄じゃねえか。意味わかんない。何が「おお神よ」よ。信じることで幸せになれるや何の問題もないだろう。幸せになれない人はどうすればいいの？信仰が規律を生み世界を安定させる。存在するメリットはある。バシュロンにはお金が全てじゃなかったの？あくまでも一般論さ。俺の感情は関係ない。結局私は救われないんじゃない？何が神よ。ものすごく大きいけど本当はちっぽけなもの。わかるか？ゆっくり考えな。二人っきりで。神様って感情がないの？救われるべき人が救われないのはなぜ？死んだってことは死んでもいいと思ってるんだよね。奇跡は全然起こらないけどまだ信じられるのかな。これでも神の名のもとに俺を裁くのかい？ものすごく大きいけど本当はちっぽけなもの。やっぱ二人だけの方が楽なのかね。答え、それぞれの世界。花びら。自分の世界観だけで全てを判断しようとするから過ちを犯す。これはどこから飛んでくるの？そう、その気持ちが大事。可能性を忘れない。バシロンは世界の外側に行ったことがあるの？ないね。その気持ちが大事なのに？お前はここから飛び降りられるのか？できない。どうして？意味がないから。今は世界が狭すぎるだろ？確かにそれはそうだけど。ふん、何度でもやってやるさ。おい、バーカだからてめえはガキなんだよ。帰る。お前は無謀すぎ。少しは後先考えろっつうの。でもその無謀があったから私は今ここにいるんだよね。え、待ってよ。研究は最終段階へ入りました。そこで鍵を作ろうと思います。鍵？ゼニスの鍵です。あなたが所有するものですから、何か良いものがあれば渡してください。それを利用します。確かにその指輪なら。ロエン殿、あなたを一番信用しているのはこの私です。だからこそ私は世界の真実をあなたに明かしたのです。今一度明確に定義しておきますが、我々はエゴイストで悪人なのです。理解している。20年間で20人。無垢な表情、生涯忘れはしない。